はい、毎度でーす。リプロダクションのステアリングをですね、うち取り扱ってるんですけども、ポルシェの911、70年代後半か80年代ぐらいまでのと、ポルシェのスピードスターそれの356かのウッドとかね、それから漆黒黒漆仕様などなど、特注をね輸入させてもらって、ホームページとヤフーショッピング、アマゾン、ヤフーオークションとヤフーショッピングか、ここ最近すっげー連続なんですよ。で、誰かがね宣伝してくれてんのかなっていうぐらいね、ものすごい量が売れて、毎年毎年数が決まってんですね。で、毎年3本とか5本とか、輸入させてもらって、で、それの溜まってる在庫が、バンバン履けちゃって、もうほんとなくなりそうなんですね。で、それプラス、今年の春ぐらいには、ジャガーのね、E タイプね、60年代の。あれがね、6穴なんですけど、なんか変速6穴で、上5つつ、で、真下に1つっていう変速6穴のステアリングね。それと、それ専用のボス。均等の6欠じゃないんですよね。だからめんどくさいですよね。それとあとね、アストンマーチンの、なんだっけ、ボンドカーのやつ。あれのリプロダクションを、数少ないんですけど、3本ずつね、特注して次回やっと来ますね。やっぱね、アメリカっていうのはね、そのクラシックカーがものすごく保有台数が多いんですね。だから日本のジャパン旧車もですね、実際のところアメリカの方が数がめちゃめちゃ多いと思うんですね。で、YouTube かなんかで見たんですけど、ロータリー、テキサスであったロータリー祭りみたいなのがあって、集まりがあって、それがですね、それでみんなでコースを回ろうぜっていう企画があって、コースに入りきれないぐらいに、何千台っていうのがテキサス中に集まっちゃって、いや、ロータリーだけでこんな走ってんだっていう、で、しかも、日本ではもう絶対絶版だよねっていうような、コスモとかカペラとかね、あの辺のロータリーがね、もうごっそり走ってるんですね。だアメリカっつうのは、なければ何でも作っちゃう国なんだなっていうのは思いますね。それプラス、やっぱ、その、車を保持、維持していくために、パーツが必要なものは作ってしまうということなんですね。だ日本だと、その、もう20年ぐらい経ってしまうと、諦めちゃうんですよね、ディーラーさんが。いや、もうパーツがないんで、お客さん、買い替えたらどうですかみたいな。じゃあ、せっかくだから、つって、買い替えてしまうと。で、それで、プラス、やっぱ置き場がないじゃないですか。日本っていうのは土地が狭いからね。よほどの、やっぱり郊外とかに住んでない限りは、自分家の駐車場に、息子が大きくなったら乗ってもらうために、10年ぐらい寝かしとくかなんていう家庭は、まず、そうそうないわけですよ。そんで、今回ですね、ヨーロッパ車に得意な人が、こんなステアリングあるって聞いてきたんですけど、車種名を聞くのを忘れてしまいましてですね、これ日本ではないんですよね、絶版なんですよねみたいなことを言われて、で、旧穴だったんですよ。旧穴ってことはもう元リタとかぐらいしか思い浮かばないんですけど、そうするとやっぱヨーロッパ車なんだろうなっていう、危ないなー、ヨーロッパ車なんだろうなっていう感じなんですけど、形がなんつうのかな、トライアングルっていうかテトラポッドみたいな形で三角穴が3つ開いて、じゃああれですね、
YouTube のなんだあと冒頭の画像に、うん、とりあえず貼っときますんで、ああそれ知ってるっていう人がいたらちょっと教えてください。画像はねいただいたんですよね。でその人と連絡が取れなくなってしまってですね、何の車か聞くのを忘れてしまいましてですね、でそれ日本で絶版なのかもしれないけど、それ取り扱って果たしてそれ売れるのっていう、うちの在庫で置いといてもどうなのっていう、まあ、私のお店のお客様はほぼほぼがアメリカ車なので、古いアメリカ車なので、いやそれどうなのと思うんだけど、まあアストンマーチンとそれからジャガーの E タイプのステアリングはちょっとお客様に頼まれてるのもあったんで、まあいいやと思って3本ずつ、うん、ちょっと注文はしてあるんですね。で春先ぐらいに来るんですけど、でそのね三角形のね、三角だけどちょっと削れて、うん、なんつうのかな、なんか本当海に置いてあるテトラポットみたいな、そんな感じなんですよ、曲線で。でこれ何なんだろうねっつって、で今三春町のね、ヨーロッパ車が得意な地元の後輩とこに聞きに行ったら、ああ見たことありますけど何でしたっけみたいな、だからなんかフレンチっぽいですよね、イタリアンっぽいですよねみたいな、じゃあ1940年代、50年代、60年代あたりのちょっとスポーツカーをしらみつぶしにググってみるかっていうことになったんですよ。そんでまあそれがまあちょっとね、この国内でも日本でも、うん、売れそうだなと思ったら、ちょっと3本ぐらいね試しにオーダー入れてみようかなとは思ってます。まあちょっと思いつきなあのネタなんですけど、今日はそんなお話し合いが、三春町で、三春町あの横須賀のね三春町のデベロップメントで話があったわけです。ということです。じゃあねー。